呪術廻戦2期20話渋谷事変同時視聴やっていきましょう。ぜひ皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。さあ地獄が終わらないということでね、ここからどうなっていくのか。僕はね、だから前言ったみたいに記憶が曖昧なんですね。一回ずらーってこう一気に飛ばし読みをしたもんでございますから、ここは記憶にあるけどここはようわからんみたいなね、ここら辺からはもう全然ようわかんないんで、ね、もしかしたらあこれはみたいなのあるかもしれないですけどもね、ちょっと全然このいろいろと起きたことからのね、釘先からのっていうところではようわかんないんでね、どうなっていくのかっていうところでワクワクしたり不安になったり、そんなこんなでございます。さあということで皆さん準備はよろしいでしょうか。カウントしますからね、3、2、1、カチカチの2回目の勝ちで一応ゴーって出ますし、僕もガーって言いますんでね、やっていけたらなと思います。準備はよろしいでしょうか。 OK さあ俺の準備も OK ということでカウントいきます。3、2、1、ゴー！きたー！うまくいった時の喜び、どういう状況？始まりが、悲しい。なんかこれ見てるだけで悲しい。はいはい、おめえだよおめえだよ。子供にやらせたらこうなる。これはひどい。マリメッコ、何それ、アパレルなめんなよ。伏線。うわっ、やば。まあそういう問題じゃないよね、次元が。うわっ、なんでだよねえ、なんでだよ。タイミング、こいつらアホだああ微笑ましいひととき。うわー、いきなりそれはねえべや。あーひどい。うわー、この演出。うわー容赦なし。クズ。マジで？クリーンヒット？黒線？マジか、やばいな、これやばいわ、強いわ、やばいわ。撃つの？うわ、呪いだな。あーひどい。
なんかどっかで聞いたセリフやの。だろうな。おお、聞いた。はい。はい。拍手喝采何言ったかよう分からねえけど、かっこいい、かっこいい、うわー、おめえはスペシャルだ、ほほほほ、まさかの東堂、オーイエー、素晴らしいですね。ちょっとなんというか、このね OP が始まるまでの間になんか気持ちがねってなってるんですわ。うん、いきなりうってなってからの、あ、た楽しい、ああんなひとときみたいな、25万あみたいな、性別みたいなさ、巨乳みたいな、そんな感じでね、あの楽しかったんですけどもね、一瞬でそれがドーン、きついやんからの地獄、もうバット入ってるじゃん。でもすごいのは、ごめんこういうところあんまり言うべきじゃないけど、板取くんよう耐えられるな。で、本で黒線、あれ、もともとやったことあったっけ、教科曖昧みで恐縮ですけど、黒線打ったことありましたっけ、やばいな、めっちゃ強いな、からの、もう終わった、終わった、完全に終わった、これ殺されるわ、と思ったタイミングで、ポーン、拍手喝采ですよ。やばいですよ。来ましたか。来ましたか。嬉しい。すごく嬉しい。もう本当に嬉しい。もうね、スペシャルだよ。お前がナンバーワンだ。マジでマジでマジで、ベジータも俺も言うよ、お前がナンバーワンだ。さあ来い、さあ来い。おお、時は遡り、うん、はは、おお、うん、良い考え方、切り替え、はい、そういうことや、引きずってもしゃあない、次、切り替え大事よ。うんうんうん。いや、まあまあ、もうそういうことでいいよ、そういうことでいいよ、もう。うん、おお、さすが、よく見てんね。え、うわー、多分だな、釘崎、多分生きてる可能性ある。演技悪いね、なんか打ち切りみたい。演技悪い。打ち切り呪術。おお、うん、ああ、おお、この演技力すごいよな、胸が痛くなるよ。でも気持ちはわかるよ、これヘビーすぎるかな、10分足らずの間やろこれ。こいつうるさいな、お前うるさすぎやね、声が小さいのと真逆で。おーい、おーい、そっちに投げた。あー、すごい。
これはトリッキー。混乱するな。どう？輝いてる。うわ、OP だ。すげえわ。あとは頼みますよ。あのこととは、あのこと、ああ、ご女性のことか。言ったらやばいな。うん。おお。はい。お、すげえ。あ、それすごいね。強え。うんうんうん。一時停止やな。引きずってる。おお、ほら。おお。これ生きてるやろ、ワンちゃん。おお。うん。いや、なんとかなるべ。反転術式だっけ？ああいうのとかさ、なんかミリでもなんとかなるんじゃないの？そんな気する。舐めたらあかんぜ。いった！トード！おー、いいね！かっこいいこの男！いいね！いいね！おー！このスピード！やーば！なんだこのベイブレードは？いや、出た。あ、そう、UP だ、UP。これ UP を思い出すわ。ハンターハンターの。おー。あとは抱きしめるだけってか？おー。何やっても逆になる。これうざいな。だいぶ。頭いいな。おっと、裏に。ほう、黒線パワーアップするからな。まずいよ、成長させたらあかん。うおお、じゃんけん、そんな感じだよな。やば。おう。うわ、やったら、やり返される。ナイスナイタドリー。吹き飛べ。おう。もらった技が今。よう耐えられるな、あいつもあいつで。すげえよ。うわ、いいっすね。素晴らしい。おお、渋谷封鎖。新幹線っていいよな。
どう？うわ、なんかすげえ美しい、この一枚だけでも。みわちゃん。プラスアルファあるな。そうなんだよね。うわぁ、悔しいな。そう、違う。 うわあ、この二人切ないな。おお、おお、うわあ、ああ、つらっ。あー、つらっ。まあ何がともあれみんな集合やな。あー、こいつだけは速攻やりてえな、マジで。許せねえよ。さすがのコンビネーション。さすがすぎる。どんどん下がっていくね。ピンピンしてるよ、こっちも。素晴らしい。おお、追い込まれてんな。意外と。いいね。
素晴らしい。おーおー、でけえの出てきたな。おー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 、なんか怖えな。電車やん。猫バスもびっくりやな。やば。なんかちょっと面白いねこれ。うわ、からのそれか。うおー、やる。冷静、焦りはなし。やはり東堂の安定感すげえな。冷静に見極める。顔怖えよ。あー、おー、さらっと二人の命が。胸くそ悪い戦い方だな、やはり。しかも触れられれば終わり。厄介、厄介。ナイス、やるね。ようやったな今の。すげえな、よう変えたな。さようならって感じだな。いいね、会話なし。さすが、やっぱすごいわ。もう兄弟だよ完全に。おおいいね、呪力を込めて。いった、おう、おお、やばい、なにこれ、かっこよ。やば。おお、どんなだよこれ。どんなだよ、変な演出入れるなや。笑けてくるわ。やば、何をかます。なんでそこで、なんだよこれ。ちょっと待って、今俺は今見えたぞ、高田ちゃんからの謎な顔。なんだよ、なんだよ今の。止めたい。おわ、エンディング、やば。おお、すげえ状況。でもやばいな、あれだけの攻撃無意味になっちゃうのか。おお、ちょっとよくわかんないけど今のは。でもかっこいいね、キモス。おお、やべえな、やばいな。さらにパワーアップでが、おお、やば、下から上、うわっ、やすげえ、いや怖すぎ、まさに。おお、もちろん変身。あ、まあ大事っすね。何、変身、何何何何何何何、ちょっとすごいな。なんか二度の涙くらったな。いや、やばいわ。なんかちょっとね、やっぱ悲しいなつうことでな、やっぱ悲しくなってさ、悲しくなって涙流してね。で、ほんなら最後のなんか興奮、いやすごいね。あの攻撃がまあ両者のバフになったつうことやろ。え、かっこよすぎだべ、ミバちゃんかわいそうだべ、もうメカ丸。あー、なんとも言えねえな、なんとも言えねえ。
これが呪術なんだよな。でも唯一の今回の救いというか、まあ東堂が現れたことが何よりの救いなんだけど、ヒーローだわ。うん、ただ釘崎がやっぱ可能性しかないよね。今回で言うと2点やっぱ助かるというね伏線がやっぱあったんで、新田くん彼の存在がまさにだから一時停止なんだよね。まあ死んだものを一時停止してもしゃあないんだけど、ただなんていうか死んでるけど細胞の例えばじゃあ壊死だったりとか各細胞が完全に死んでいくっていうところではそれを止めてるよね。だからワンチャンそれってあるんじゃないのとも思えるんだよね。傷、それを止める新たななんか死の部位を増やしていくというかさ、体全部が死んでいくわけではないっていう考え方をすればやっぱ誰に持っていくか次第ではなんとかなるんじゃないのっていう、矢賀さんたちがねあの近くかどっかねおるわけなんで、そう考えるとまあまあまあなんとかなるんじゃない。保健室の先生確か使えたもんね、反転回復で近くにいるもんね矢賀さんと一緒に。ってなると、まあ、何のためにいるのって話じゃん。今のところ彼ら2人で別に何の活躍もないやんね。ごめんね言い方あれで、あのただ単にあの近くにいますよみたいなそんなノリやろ。ってなると何のためにいるの。だから何事にも意味はあるんで、だからそうなるとそこなのかなみたいなのは思いますけども、どうなんでしょうかね。なんかでも何人かやられて、だからちょっと あそうかそうか、言うていじっちさんとか助けてもらったんだっけか、どうだっけかな、なんかそんな記憶もあったりなかったりするんだけどもね。だからワンチャンなんとかなるんじゃねと思うんですが、皆さんはどう思いますか。釘崎は死んだ死んでないどっち。はい、そんなこんなで今回はこの辺で終了していきたいなと思います。拍手喝采。なんかあの途中であのお猿さんの人形みたいになっちゃいましたからね。それぐらい彼の登場は最&コーです。はい、ということで皆さんもグッドボタンを押しましたね、チャンネル登録も押しましたね。また次回お会いしましょう。 See you next time。